作品は、まあ、協奏曲、室内楽曲、無伴奏というふうに、まあ、大きく分かれると思うんですけれども、あの室内楽曲の中の、まあ、ピアノトゥノという作品の中で、やはりベートーベンのデュオというのは最高峰に位置すると言いましょうか、もう非常に最も重要なあのレパートリーの一つだと思います。ですからあの、まあ、バイオリニストもピアニストもあの本当にそれに向けて一生懸命勉強すると言いましょうか、もうそれに値する本当に大きな作品だと思います。常々、ね、本当にベートーベンの作品はもうあの、まあ、コンチェルトにしてもデュオにしてもたくさん弾いてきましたけれども、あの、まあ、毎回感じるのはもう本当にベートーベンの作品というのはこちらを受け入れてくれないと言いますか、あの演奏してても非常に距離がねあの感じてしまうというか、精神的な面でなかなか近づいていけない恐ろしい存在だといつも感じる。他あの、ね、バッハとかあの、まあ、ブラームスとしても非常にそのこちらを受け入れてくれるところがあるんですけども、ベートーベンだけはなんか私非常にそういうねあの辛いどんなに頑張っても近づけないなっていうところがありまして、で今回、まあ、あの本当ピアニストにあのアファナシフさんという、まあ、素晴らしいもう天才のピアニストお迎えして、まあ、デュオをご一緒するんですけれども、本当も彼のやっぱりちょっと本当に何て言うんですか、精神的な、まあ、哲学というかね、彼の持っているそういうものって解釈しているベートーベンと、まあ、私が今まで一生懸命ねあの勉強してあの、まあ、積み上げてきたものとが、まあ、接点がどこかにあって、それでお互い刺激できて、それでもう何て言うんでしょうかね、ベートーベンの精神というものに少しでも近づけたらいいなと、まあ、今回はあのそういうふうに思っております。はい、あの実は、ね、昨年ちょうどあの、まあ、フランスに行く機会がありましたので、ちょっと2人きりでお会いしていろんなお話をしたんですね。で、まあ、その時はその前回お会いした時よりもうすごく打ち解けてって言いましょうか、まあ、2回目でしたけれども、非常にもう君はとってもいい友達だとかおっしゃってくださって本当にね、あのね、本当あの、まあ、正直ね、あのパンフレットの写真なんかだと本当怖い感じ、なんか変なこと言ったらね怒られるんじゃないかっていう雰囲気が あるんですが、もうその時お会いした時はもう本当にもう心をお互い何て言うんですか、打ち解けていろいろ正直なお話もなさって、それで、まあ、当然音楽的にはねもう純粋で、私も本当正直びっくりしましたけれども、本物の芸術家だと思いました。で、まあ、それでその時にやっぱり今の現代のね音楽社会の批判っていうか、彼なりのいろんな気持ちもいろいろ私におっしゃっていただいて、で私もそれに対して非常にその納得というか、ね、ありましたし、でだからお互いすごく何て言うんですか、あの、まあ、理解できたっていうか、それただあの彼はあの私思いますね、まあ、本当小説もお書きになるし、言葉が非常に語彙がやっぱりねすごくこう広いというか、だからこれ、まあ、英語でお話ししてましたけど、まあ、どれだけ私が理解してるかちょっともう多分もしかしてその日本語でお話を、ね、例えばしたとしても非常にその深い言葉を、ね、いろいろ選んで使われているんじゃないかなと思うぐらい、やっぱりあの言葉に対して語彙に対して非常に敏感だったので、ね、あの本当に素晴らしい、私はもう心から尊敬する方だなと思いました。ナセフさんという方はもう本当にいつもね日本にいらっしゃるときはいつも毎回ソロで、あのそれも非常にその独特 のいろんなね演劇を含めたり、あのいろんなことなさってて素晴らしいと思いますけれども、今回まあデュオであまりそのいろんな方とデュオをお組みになる方ではないので、あのまた彼の違う一面を皆さんがお聞きになれるのではないかなと思いますし、私もあの、まあ、これがデュオの演奏会としては本当に最も大事な演奏会ですので、まあ、ぜひ皆様あの足をお運びいただきたく思います。